わーパルルーム、こんにちは、下崎遥香です。さあ皆さん、ここはどこだか分かりますでしょうか。サイゼリアに行きました。私はあの週刊誌に捉えているくらいサイゼリアが好き昔からサイゼリアに通い続けているので、今日はあのコジさんもあの来てくれているので、コジさんにサイゼリアプレゼンをしていきたいと思ってここに来ました。サイゼリアプレゼン、サイゼリアプレゼン、私のサイゼリア愛を今日はあの皆さんにお届けしていきたいと思います。サイゼリアプレゼンってちょっと初めて聞いて。私はあのディズニーランドに行った後に近くの舞浜のサイゼリアにも行きます、帰り。必ずお腹空いちゃうんです。はい、夜何で笑ってるんですか。いや、すげえサイゼリア愛がビシビシ伝わってきて、はい、まああの現役の時、アイドルの時もメンバーで行くってなったらサイゼリアなんです。へえ。まず飲み物決まってます。え、こちさんまずサイゼリア行きます。人並みだと思います。飲み物何頼んでますか。ドリンクボーですよ。ワイン。え、ワイン。サイゼリアはこのランブルスコ、サイゼリアに来たらランブルスコ頼まないと。ランブルスコって始まりじゃん。名前ですか。はい、ワイン。そう、私はね、このね、プロシュートをね、はい、ここに書いてありますけど、プロシュート頼みたいので、じゃあセッコに。メニューは、まあ、もうメニューを見なくても頼めるっちゃ頼めるんですけど、もう決まってます、頼むものは。まずサラダ。小エビのサラダ、絶対に。食べたことないです。嘘でしょ。食べたことないです、小エビのサラダ。どういうこと。シーザーサラダは頼んだことありますけど。小エビのサラダでしょ、サイゼリアって言ったら。これを食べたことないなんて言えない。書いてっちゃいますね、うん、受験生みたいなもう決まってますから、頼むものは。もう私のベストなフルコース、サイゼリアの、はい、を今日は紹介します、小路さんに。はい、じゃあ 1,2,3,4,5,6,7,8 点。今日はもうやっぱ最初のもうプレゼンなんで、小路さんに、はい、もう王道中の王道のフルコースをちょっと楽しんでもらおうと思って。多分基本みんな最初はここを通っていく。じゃこれ何パターンもできるってことですよね。まだまだ楽しみ方は無限にあります。順番というよりかは、うん、食べ方。何それ全然わかんないですよ食べ方、食べ方、これ、はいはい、オリーブオイル、うん、今なんて言いました。いや、オリーブオイル必要ですか。だってイタリアンですよ、イタリアンレストランなんだから。だってね、これエキストラバージンオリーブオイルをタダで置いてるなんてありえなくないですか。普通高いのに。あ、そうなんですか。オリーブオイルって高いじゃないですか。来た。はい、失礼いたします。ラムスコの結構です。小指のサラダでございます。はい、プロシュートでございます。来ましたよ。じゃあ、ついていきますか。いくらいかな。どうぞ。ありがとうございます。小エビのサラダだって食べたことないんですよね。食べたことないですね。やばいって。それは結構エビ入ってません。そうなんですよ、めちゃめちゃ入ってる。え、こんな入ってんの。これもうね、止まんない。これがもう、これをお家で食べたいんだ私は。一旦でも乾杯しますか。あ、はい乾杯。うん、ビタンさんでね、ビタンさんワイン、ワイン。ワインめちゃくちゃうまいっすね。じゃあいただきます。うん、おいしい。これですよ、サイゼリアは。梅をまだ食べたことない皆さんは食べてください。小エビを見に。本当にこんなにいっぱいさ、エビが入ってるってすごいよね。
ねえよ、うん、これこれで始まるんですよ、サイゼリアは。ここからえめちゃくちゃうまいっすね。これ頼まないと。まずこれ大きくない？うん、おいしい。これでおいしい。こんなお昼から優雅じゃないですか。確かに。しかもこの安さで。これ今サイゼリアの方がこのドレッシングかかってドレッシングとこのホットソースの相性がいいと、ちょっと初挑戦してみる。辛いの好きだから。うん、合う、おいしい。楽しみ方が増えてしまった。へえ、これメンバーと行く時も絶対このサラダなんですけど、小エビのこれをやってる人はいなかった。誰一人と。今度から教えます。来ました。そう、このほうれん草の酢ってあるじゃないですか、はい、まあ、まだ食べません。え、いや食べましょうよ。もうこの後来るものと一緒に食べます。組み合わせてさらに美味しい。このサイゼリアで組み合わせるとかっていう発想がそもそもなかったよ。だってこんなに楽しんでくださいって置いてあるし、商品もいっぱいあるのにもったいないですよ。これが私も一番大好きメニューの中で、辛味チキン。もうこれを食べに来るくらいのレベルで好きです。まあ、1本目は最初に普通に食べますか。え、普通とか普通じゃないとかあるの？いや、なんか辛いのが好きなので、このソースと唐辛子フレークとこのコショウを組み合わせて食べる、うん、1本普通にいただきます。なんでこんなに美味しいんでしょう。美味しすぎる。うん、美味しい。ホットソースと唐辛子フレーク。辛いの好きな方はこしょう。これで味変2本目いただきます。うん、おいしい。試してみてください。辛いの大丈夫ですか？辛いの好きです。うん、それどこで学ぶんですか？通い続けてたら、はい、自然と行き着くんですか？はい。じゃあエスカルゴ、これ私最初サイゼリアに来た時全然エスカルゴってなんだと思って、でもメンバーがこれが本当に劇的に美味しいって言って食べてみた時のもう衝撃。これ食べたことありますか？小池さん。一回もないです。え、食べたことない？一回もないです。これはやばい。やばい。一回もない。小池のサラダ並みにやばいですよ。え、日本にエスカルゴ持ってきたのでも過言でもない。言ってもサイゼリアだって女子高生とかがこの値段でエスカルゴを食べれることなんて日本で、はい、なかなかないじゃないですか。一旦普通に食べますね、はい、あ、これも普通じゃないものがあるんだ。いただきます。うん、おいしい。うん、味付けが最高。エスカルゴってなんだ？エスカルゴって何？カタツムリ？普通に食べても美味しいんですけど、頼んでおいたほうれん草のソテー。え？ここで？を入れて。混ぜて。食べると。一緒に。
段違いで高級イタリアンレストランの味になる。これ僕やってる人見たことないんですけど本当なんですか？ドッキリかなんかじゃなくて本当なんですか？本当ですよ。ちょっとコメント欄見てください。小路さんもちょっとめっちゃ楽しみ。コメント欄と初めていただきます。うん、まっ。何これ。なんかあれですね、ホタテの。確かにホタテっぽいのかな。じゃあこれを。めちゃくちゃうまい。 どっちが好きですか？アリの方が。アリの方がいい。好きかも。これを、うん、パンと一緒にも食べたいけど。うわ、これパンやばいかも。はい、つけて。すごいですよね、本当に。いや、すごいですね、サイゼリア。値段にもびっくりだし。あー、すごい。いやー、いただきます。うん、私は辛いの好きなんでホットソースをかけて食べます。これもちょい足しするんだ。ちょい足し。うん、もう早く食べてほしいです。これが350円ってどうなっちゃってるの。ホットソースうまっ、うん、こんなに無料で置いてあるのがやっぱ改めてすごい。そう言われてみて、やっぱオリーブオイルがそこに無料なんでいいですか。そうですよ、高いもん普通に買ったら。確かに共同で作ってるってことですか。サイゼリアのマークがここに。サイゼリアのためにすごくない。すごい。それがタダで。ナポリピザ協会って初めて私も初めて聞いた。今サイゼリアの方が若鶏のディアボラ風おすすめだと。私頼んだことなかったんですよ。でもこれはもう 大人気商品らしいので、これをじゃあ頼んでみます。すごい大きい。 しかもこれってさ、ここにのポテトとは違うんですか？あのカリッとポテトとは一緒。めっちゃお得じゃん。すごい嬉しい。カリッとポテト好きなんだけど。置いてかないでください。すごい。私ね、今日ね言わなかったですけど、このカリッとポテトをね、もうね頼みたかったの実は。まさかのついてきた。めっちゃお得じゃん。じゃあ次からこれ頼めばいいんだ。おー、柔らかい。おいしそう。これでも食べたことなかったな。おいしそうすぎる。いただきます。熱いかな。これはやばい、やばすぎますよ。これ革命。これ食べてなかったのめっちゃ損してる。私損してきた今まで。めっちゃおいしい。ちょっと早く食べてほしいです。やばい、これは私ちょっと悔しい。損してきた今まで。知らなかった、これこんなに美味しいと思わなかった。何これ。これさ、どういうことなんだろう。この美味しさ不思議。なんか中毒性があるものでも入ってんのかなってくらい美味しくないですか。でなんかやばいもん入ってんじゃないかぐらい。まあくらい美味しい。なんで食べてこなかったの私今まで。これこれ何だろう、ソースなのか玉ねぎなのか分かんない、うん、玉ねぎかな。もちろんチキンも美味しいですけど。ソース何ソースですかこれ。この玉ねぎだけも頼めるんですか。やばくない。じゃこれ玉ねぎ増し増しみたいなのができるとか。そうだ、やば。もう泣けてくるよ、美味しくって。もうみんな知ってるかもしれないけど、視聴者の皆さんはこれを、この味を知らない方はちょっとてかさ、私さこれ案件動画サイゼリアの食べたことない方は食べないともったいないです、本当に。すごっ。
どうなってるんだよサイゼリア。感動です。私はサイゼリアを応援します。アンバサダー、アンバサダーを狙いに、勝手にアンバサダー、アンバサダー狙いに行くシリーズ勝手にアンバサダーシリーズ。わー、じゃーん、ティラミス、デザートです。親も締め、やっぱサイゼリアといったらもう最後デザートはティラミス。うん、サイゼリアとは絶対ティラミスを食べたい。でくらいティラミスが美味しい、サイゼリアの。美味しい。やっぱデザートはティラミスですか、サイゼリアさんは。プリンも食べたくなっちゃったじゃん。頼んでます。はい、絶対に美味しいじゃん。ねえ、頼んでみます。絶対美味しいじゃん。塩プリンいっちゃいますか。プリンお願いします。きた、プリン。ちょっとじゃあまず初めてなんで、私プリンまず普通に食べてみてもいいですか。いただきます。確かに私もちょっとプリン派ですねティラミスを超えてきた。これやば。これ私 どことは言えないですけど、はい、超高級イタリアンのプリンがちょっとなんかおすすめですみたいな、そのプリンより美味しい、段違いで。私の人生の中で一番美味しいこのプリン、また超えてきた。人生で、だってティラミスもそうだったんですもん、はい、待って、これでお塩かけて楽しめるってことでしょ。少し、嘘、やばい、これやばいぞ。すごいいいアクセント。楽しい。ここに来て推し編ですか。ちょっと次からはそうですね、プリン。ちょっと、いや、これはこのままでもちろん美味しかったんですけど、確かにプリンこんなに美味しかったんだ。最高。プリンってこんなに美味しいんだ。結構多めでもいいかもしれない、私塩。幸せです。はい、ごちそうさまでした。もう今日が私のサイゼリア人生の中で一番楽しかったです。もう知らなかった美味しいメニューもいただけましたし、知らなかったあのアレンジ教えていただいて、ちょっとこれはまだまだ私の知らないサイゼリアが待ってるなと。好評であれば第2弾ぜひやりたいです。まだ私の知らない美味しいメニューと美味しいアレンジ方法があったらコメント欄で皆さんぜひコメントしてください。では今日はあのサイゼリアさんにも協力いただいて本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかったです。それではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。 Twitter、Instagram もフォローしてね。